ソエです。ちょっとこじゃれてなんか YouTube しだしたらちょっとこじゃれようかなと思って、ちゃんとまあ昔ネクタイやっとったんやけど、ネクタイをしだしました。まあまあそんなことはどうでもいいけど、今回は、東京行ってきたんですけど、これしくじったんが喋ってるところが全然取れてなくて、もうガーンやねんけど、でもすごくて、ね、僕はだから簡単に言うと5年前に5年前何年前か分からないけど、行きたいお店があったんですよ。その名前が六花会、ね、これはすごいのが本当にちっちゃいお店なんですけど、なんかすごいいろんな努力を考えたりとか、いろんな人脈を使ってとか、いろんなことをされてお店を出されて、で、まあ、まあ本も出されてて、うわこれちょっと気になるなってずっと思ってたんですよ。ねえ、ずーっと行けなかったんですけど、行けなかったっていうよりは、もうなんか、店自分で作ってるやん。自分で作ったら、もうそんな暇なくて、で、結局オープンしてもったら、行く暇もないでしょ。で、やっとこさ、この間行かしてもらったんですよ。それがまたすごくて、もう、ミラクルでしかなくて、行くと、まず、オーナーさんにたまたま出会えたんですよ。ねえ、まあまあ、ちょこっとしか お話できなかったんですけど、まあ、忙しい方だと思うんで、ねえ、まあまあ、あ、そうなんですかって、まず第一に、この昭和町にゆかりがあって、で、まあまあ、どことは言わないですけど、おじさんが昭和町で、まあまあ、ちょっといろいろやってるっていうので、昭和町には来たことが何度もある。みたいな。ねえ、昭和町なんですか、大阪から来ましたみたいな、昭和町なんですかみたいになって、ね、そうなんですよっていう話になって、っていう話になって、もうねえ、まあ時間ないんで、もうぜひ Facebook かなんかちょっと繋がってくださいみたいな話になって、あすごっと思って、なんていうか、なんやろこのスピード感ねえ。まあ僕もすぐにメッセージ飛ばしたら、もう今日来ていただいてありがとうございますみたいな、なんやろね、なんかすごくないとかじゃなくて、もう気持ちがいいし、まず。ね、なんていうかな、この人との関わり合いをそこまでパーンって入った時にすぐに大事にしてしまう。もうすぐ取り込んでしまう。このスピード感で絶対大事だな。まあ、僕自身もそうしようと思ってるんですよ。あ、この人すごいなと思ったら、もう、そういう人がいてる方がいいじゃないですか。でも、ああ、なるほどなと思って、言うたそこのお店の店長さんかな、なんかお話したら、いや実はね僕西田鍋なんですよとか言って、みたいな話になって、川沢さんとかヒロ君とか、あとボアさんとか、いや全然知ってますよ、僕も行ってましたし、みたいな、すげえ東京の神田やけど昭和町で、なおかつお客様で来ていただいた方、来ていただいた違う、お客様で来た方とパッて話してたら、実は昭和町に住んでて、まあ今は亡き、名前出てきて、何だっけ、アパカさん、アパさんで飲んでたとか言って、そうなんやーって、ね、まあまあまあ、名前を出していいか分からない、んまさん。のところにも行ってたって言って、もう電話しましょう、僕も知ってますから電話しますよって、僕も出えへんかったんやけど、でそのボブさんの出て、そうなんやみたいな、めっちゃ繋がるやみたいな、変な話、お客さんいてるけど、他にいてるけど、ほぼ昭和町話です。なんやこれと思って、すごくないですか。いや僕が持ってる、いや持ってるかなんかどうか知らないですけど、でも本当に思うんですよ、ミラクルって自分が動くからミラクル起こるんですよ。行動するからミラクル起こるんですよ。っていうことをすごい感じましたね。いやー、でも素晴らしかった。ぜひ、これからの方が喋りすぎやね。もうほぼ喋ってるから、多分あとはもう、チャンネル登録といいねしてくださいみたいな感じになるんですけど。とりあえず、こんな感じでした。ただね、言ったら、まあ、弟もマミもおったのに、会話の話が全部動画撮りでませんでした。ごめんなさい。で、近々もう一回行ってきます。では、どうぞ。5年、6年前かな。で、じゃあ、だいぶ前やな。肉を扱うときに、ここのお店さん来たくて、こよ思ってたけど、店作ってもうて来れなかったんで、もう何年越しかに、やっと来れるようになりました。で、撮影も OK やったし、まさかのミラクルです。ほんまにミラクルがすごいなと思います。じゃあ、始めます。じゃーん、六花会です。最高。こんばんは。
と言って弟参戦、そしてマミオ参戦、そしてバイトのスタッフさん、はい、です。こんな感じです。ちょっとまたちょこちょこ話してるとこ撮っていきます。お肉来ました。じゃじゃじゃん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 、人のプライバシー無視です。じゃじゃじゃん。あ、久しぶりにフェイスブック起動させた。最近あんまりしてなかった。もう最近はもうなんかいろいろと。よろしくお願いします。いえ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 。よろしくお願いします。でこれまたYouTube 上げていくんで。りょうまるちゃんと。ナイス。ナイス六家庭。ナイス。あれ俺家庭じゃないです。いつも。そうそうそう。おかしくないですか。六家庭。いやーほんまにありがとうございました。どうもありがとうございました。どうだ。ニーコによろしゅう。あざざざ、両兵とはもう、まあ、いつもありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。はい、こんな感じでした。どうだ、残念でしょ。なんてこったですよ。会話めっちゃ熱かったし、めっちゃおもろかったんですよ。まあ、僕も酔っ払ってたのもあるんだけど、でもほんまなんてこった。もう一回撮りに行きたいなと思ってね。やっぱりね、簡単に言うと奇跡っていうのは起こすものです。で、起こすここに何が必要なのかっていうと、まず行動やと思う。で、行動があれば絶対にそういう奇跡を起こす。で、奇跡と感じれる能力、これがないと奇跡と思えないんですよ。だからこれがめっちゃもったいないです。だから常にアンテナ張ってて、自分がどんだけ楽しいんだろうとか、どんだけワクワクしてるんだろうって、これってもしかして奇跡じゃないって思えるかどうかってすごい大事やなって今回改めて思いました。で、本当に今日とかでもね、同級生の子たまたま来たんですよ。めちゃくちゃ嬉しくてね、奇跡じゃないですか。まあ大げさやお前みたいな、何のテンションなんとか言われるするんやけど、でもその気持ちって良くない。でも、もうワクワクして帰ってくれたから、本当に思うのは、やっぱりいろんな人と出会うことってすごい、その出会いだけで、一つの出会いだけでもやっぱり奇跡だし、そこをやっぱり感じてきてきたら多分最高になるんじゃないかなと思うよね。っていうお話でした。また、いろいろと上げていきます。チャンネル登録と、いいねとか、またよかったらね、フレアも頑張って。練習してみてください。頑張ってやってます。じゃあまた、ありがとうございます。